よく守りました。さあ今度はまた前橋育英の攻め、10番の渡辺龍馬、歓声が一段と大きくなった。切り返した渡辺、シュートを放った、決まった。渡辺今大会初ゴール、10番が決めた。前橋育英高校逆転。後半の立ち上がり、まだ10分にならないところ、ゲームをひっくり返しました。次の5分が大事だと話した。ジェスチャーを送った山田康介監督、同点ゴールからわずか2分で逆転。渡辺龍馬10番、今大会初ゴールが決勝戦での見事な逆転ゴール。試合が一気に動きました。後半自信を持って打ちましたよね、ここね。素晴らしいですね。いや、突破からこの切り返しね、このワンタッチ目が深いので、はい、相手ディフェンダーはね、完全に置いてかれましたよね。そうですね。いやー、すごい。城さん、そのシュートを打つまでの切り返しの深さですか。そうですね。やっぱあれが2タッチ、3タッチとしてしまうと、はい、やっぱ相手ディフェンダーもやっぱりつきやすいんですけども、やっぱりワンタッチで一気にね、こう相手を置いていけるようなね、はい、そういうところにボールを置きましたんで、まあ、なので今のシュートがね、入ったんでしょうね。左右両足からの強烈なシュートはずば抜けているという山田康介監督の言葉通り、見事は